皆さんどうも、久しぶりです。ブレイザー来てます。約1年半ほどほったらかしにしてたというわけではないんですが、コロナの影響もあってバスケットができない期間が長くて、で特に秋田県の協会が他の協会よりもかなり慎重というか、そういうところもあって、社会人の県内の大会っていうのは本当に開催されるのは本当にもうね、1年半、2年近く開催されてなかったような状況でした。で、前回2019年の東北の社会人大会、社会人選手権は結局負けてしまって全国には行けなかったんですけど、ただ行けてたとしても結局コロナで全国大会が中止になったので、結果的には勝ってたとしても行けなかったっていうところで、でまた今シーズンから新たにチャレンジをしていくっていうようなところになります。で、まずはそのビッグニュースが2つあって、1つ目は新しい選手が加入しました。で、それは4人かな、それに伴ってこうチームを離れなきゃいけないっていうわけじゃなくて、そのいろいろな仕事とか、年齢とか、そういったことでチームを離れる人っていうのもいました。で、まずその4名の新加入のうち、1名、元 B リーガーの選手が加入して、その選手はB3 リーグでは2年連続で3ポイント王になったり、それこそルーキーシーズンは、今 B1 の秋田ノーズンハピネッツで、選手として活躍してたりとか、そういったような経歴を持っていて、大学の方も関東の方で、やっていた選手です。それが、立山健太選手って言って、能代工業から専修大学で、専修大学を経て、秋田ノーザンハピネッツに入って、そこからプロバスケットボール選手として、プレーをしていました。で、この度、引退ということで、現役引退ということで、秋田の方に帰ってこられて、で、ブレイザー秋田の方に、加入をしたというようなことになります。やっぱり最強の飛び道具持った選手なんで、菊池雄貴選手がほぼ、バスケットをしていないような今の状況においてはかなりの戦力になってくれるんじゃないかなっていうふうに思っています。あとはサイズもあるんで、やっぱり、サイズ不足のうちにとってはすごいありがたい選手だなというふうな気はしています。あとはいかに秋田で魚釣りができるかというところが彼のモチベーションになってくると思うんで、そこのところなんか皆さん、いい釣り場とか、あれば、彼に紹介してあげてもらったらいいかなと思うんで、よろしくお願いします。それと、もう一個、うちのそのキャプテンの佐々木学選手が、3x3 の秋田スティーラーズという秋田のチームがあるんですけど、そこと選手契約をしたんで、うちのチームからプロの 3x3 の選手が誕生したっていうような、そういったニュースもあります。ただちょっと緊張しいでね、この映像を見てもらえれば分かるんだけど、もう固まっちゃってるんですよ。本当にこれでやっていけるのかみたいなところあるんですけど、皆さんのちょっと応援してあげてもらえればなと思うんで、本当、鈴木真奈どうぞよろしくお願いします。で、ちょっと今映ってたのが2回戦の鷹巣クラブ戦
まあ、秋田県民体育大会の2回戦、鷹の巣クラブ戦なんですけど、まあ、そこを無事に勝利をして、で、まあ次の準決勝かな、厚生クラブとの一戦になるんですけど、まあ、厚生クラブは、まあ、あの地域リーグの方に所属してまして、まあ、僕らのカテゴリーよりも、まあ、カテゴリーで言えば1個上1つ上地域リーグのチームなんですけど、まあ、去年は全国のチャンピオンシップにも出たのかな、確か地域リーグも2位かそんなもんだったと思うんですけど、まあ、そのぐらい、まあ、しっかりしたチームで、まあ、去年ん去年一昨年一昨年はあの僕らが、県民体育大会で、勝ってるので、まあ、そこ以来のおそらく対戦になります。で、一昨年はあのまだ、外国籍の選手が出場できないような大会だったんですけど、まあ、国体につながるものなんで、で、まあ、今年から、まあ、そういった、制度もなくなり、まあ、相手もそのセンターの選手は2メートルを超える外国籍の選手ということで、まあ、その辺にどう対抗していくのかっていうのが見どころなんですけど、あの僕のミスで第1ピリオドが取れてなかった、てか取ってなかったんですいません、第2ピリオドから、ね、試合あの映像になりますけど、まあ、どうぞご覧いただいて、感想などいただけるとありがたいです。ではどうぞ。Thank you.
さすがに広い。